最短で楽に痩せる食事法をお伝えします。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。真剣痩せたいけど辛いことはしたくない、ましてや運動なんて絶対無理、楽に早く痩せる方法ないかな。こんな感じで結局何もできずにいませんか？そのままではあっという間に年を重ねてどんどん痩せにくくなって、いよいよやばいってなった時にはもう手遅れになっていたなんて絶対嫌ですよね。大丈夫ですよ。これから紹介する7つの食事法を実践すると、辛い食事制限やきつい運動なしで楽に痩せることができます。そして最後にダイエットにおいて重要なこともお伝えします。では早速楽に痩せる食事法を7位からご紹介します。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないために一旦チャンネル登録をよろしくお願いします。楽に痩せる食事法第7位、朝にチコリコーヒーを飲む。チコリコーヒーって何と思った方、これです。チコリコーヒーとはキク科の野菜のチコリの根を乾燥させて焙煎させたものですけど、朝にこのチコリコーヒーを飲むメリットが6つあって、1つ目は脂肪の蓄積を抑える。チコリコーヒーは血糖値を下げるので朝から脂肪の吸収を防いでくれるんですよね。またある研究では血糖値を下げるだけではなく、糖尿病の治療や悪玉コレステロールの減少にも効果があることが分かっています。このことをお話ししていたら、糖尿病にイヌリンがいいと聞いて購入したらチコリから抽出していると記載があって、ああチコリコーヒーを飲めばよかったのかと衝撃出したっておっしゃっていた方もいました。メリット2つ目はカロリーを抑えて満腹感が続く。朝食べた食事の脂肪分を低カロリーな成分に変えることができたら嬉しくないですか。チコリに含まれるイヌリンがそれを叶えてくれます。しかもイヌリンは食物繊維なので、朝から満腹感が続いてその日一日の食べ過ぎ防止にもなります。なので例えば朝食べてもすぐにお腹が空いてお昼前に完食しちゃうみたいな方におすすめですね。メリット3つ目は便秘改善。イヌリンは腸内細菌の成長を促すプレバイオティクスなので、朝からお腹すっきりデトックスできて腸内の痩せ菌が増えるんですね。私の生徒さんが外食続きで腸内環境が悪化して便秘気味だったので、このチコリコーヒーをお伝えしたところ、澄香先生飲んだら早速出ましたってすぐ連絡が入ったんですよね。それくらい効果があります。メリット4つ目はカフェインの摂取量を減らす。コーヒー飲むと痩せますって聞いたことないですか。もちろんコーヒーには脂肪燃焼効果があったりとメリットはありますが、それ以上にデメリットが多いです。結論から言うと、コーヒーのカフェインを甘く見てはいけません。中毒性があるのと、カフェインの過剰摂取で死亡するケースが実際にあるからです。また腸活の観点から見ても私はおすすめしないです。詳しく知りたい方はこちらの別動画をチェックしてくださいね。そこでコーヒーをチコリコーヒーに置き換えることをおすすめします。コーヒーの味は好きだけどイライラは抑えたいという人にもチコリコーヒーが丸です。メリット5つ目は朝から仕事がバリバリできる。朝起きてもしばらく頭がボーっとしてなかなかやる気スイッチが入らない、なんならお昼まで動けないなんてことないですか。チコリはマンガンとビタミン B6 を含んでいます。これって脳が活発に動く必須の栄養素なんです。なぜかっていうと、マンガンは血管拡張剤で脳への血流を改善してくれたり、過剰な活性酸素であるフリーラジカルと戦ってくれるので頭がすっきりします。さらに脳の伝達信号の速度が上がるので頭の回転も速くなります。メリット6つ目は関節症などの痛み改善。朝起きたら膝が痛くてすぐ動けないなんてことないですか。抗炎症作用があるチコリは研究者の間で関節症に効くと言われています。関節の痛みがあると思うように動けないからカロリーもなかなか消費できないですよね。こんな辛い痛みから解放されて朝から元気よく動けたら一日のパフォーマンスも上がって活動的になりますよね。以上チコリコーヒーのメリット6つをお伝えしましたが、痩せる飲み方があります。小さじ3のチコリを1カップのホットの無調整豆乳や白湯で溶かして飲んでください。お好みで純粋蜂蜜をティースプーン1杯程度入れても美味しいです。苦味の中に甘みがあってキャラメル風味で私は大好きです。この他にもヨーグルトなどにお好みで混ぜて食べても OK です。他にもおすすめのアレンジレシピがあればぜひコメントで教えてくださいね。楽に痩せる食事法第6位、お昼にしっかり食べる。まさかお昼にカロリー計算なんかして食べていませんよね。そんなことしても残念ながら痩せません。あなたを太らせているのはカロリーではありません。
あなたが食べている太る食材です。例えばヘルシーに野菜カレーにして、セットでマカロニサラダとコンソメスープのランチ、実はヘルシーそうに見えて角砂糖約32個分の糖質量です。そこでおすすめなのが、お昼に和定食をしっかり食べること。例えばご飯、味噌汁、サラダ、冷ややっこ、もやしのナムル、豚キムチ、このような和定食ならしっかり食べても角砂糖約12個分の糖質量です。先ほどのカレーのメニューと比べて約3分の1程度の糖質量で済みますし、多品目で発酵食品も摂取できて痩せ菌が増えます。またお昼が食べても一番痩せる時間帯です。ここでしっかり食べておくと間食や夕食の食べ過ぎ防止にもなりますよね。楽に痩せる食事法第5位、夜にリンゴ酢白湯を飲む。例えば夜は家族に合わせてついつい揚げ物や食べる量が多くなるなんてことないですか？そのままでは痩せることはできません。夕食食の時間帯は活動する時間ではないので、食べたものが全吸収です。なのでできれば脂肪に代わるお米などの炭水化物の摂取量は控えるなどの工夫ができると丸です。でもそうは言っても家族との大切な時間、一緒に食べたいと思いますよね。そんな時は食中食後にリンゴ酢菜を飲んでください。今回はポイントだけお伝えしますので、詳しいリンゴ酢のダイエットや健康効果はこちらの別動画をご覧くださいね。結論からお伝えすると、リンゴ酢を飲むことで脂肪の蓄積を抑えることができます。この効果が本当にすごくて、これまでもたくさんのコメントいただいてるんですが、例えばお昼に職場の近くでカツ丼とか、今まで通り食べているのにリンゴ酢を飲み始めただけで1週間で3キロ痩せてびっくりしましたとか、リンゴ酢を飲み始めて長年悩みだったひどい便秘がお薬なしで毎日出るようになりましたとか、嬉しいご報告が続々と届いています。ただリンゴ酢だけ飲んでいれば痩せるわけではありません。特に夕食に何を食べるかで全然変わってきますので、リンゴ酢の力も借りつつ食生活も見直していきましょうね。また夕食以外でも1日かけてこまめに飲んでも OK ですよ。目安は天然水 500ml に対して純リンゴ酢大さじ2、お好みで純水蜂蜜大さじ1ですね。楽に痩せる食事法第4位、野菜から食べる。そんなの知ってると思った方、実はこんな間違いをしてる人が多いんです。例えば目の前にこんな和定食があったとします。ご飯、具沢山の味噌汁、塩サバ、かぼちゃの煮物、ほうれん草のおひたし、まず味噌汁の具の野菜、かぼちゃの煮物、ほうれん草のおひたしなどの野菜を食べて、次に塩サバなどのタンパク質、最後にご飯などの炭水化物、それぞれ食べ終わってから次にだと思われがちですが違います。実はご飯と同じくらい糖質量の高い隠れ高糖質野菜があるんです。それは芋類、根菜類です。例えば先ほどのメニューならかぼちゃですね。他にも里芋、じゃがいも、さつまいも、人参、ごぼうなどです。なのでこのような高糖質のお野菜が味噌汁や煮物や漬け野菜に入っている場合は、一番最初に食べるのではなくって、お肉やお魚などのタンパク質を食べた後に食べてください。そして最後にご飯の順番で食べましょう。このような食べ方をすれば血糖値の急上昇を抑えることができるので痩せます。楽に痩せる食事法第3位、100回噛んで食べる。100回もって思いませんでしたか？よく30回噛んで食べましょうって言われますが、私に言わせれば全然足りないです。特に消化に時間のかかる肉類や玄米などは必ず100回噛んでください。なぜこんなに噛むといいのかというと、やっぱりよく噛むだけで痩せるからです。その理由はたくさんあるんですけど、一つは早食いは太るからです。よく噛むということはそれだけ時間がかかりますよね。すると血糖値の上がり幅が少ないので脂肪を溜め込みにくくなります。例えば同じラーメン1杯食べても3分で食べ終わる人は一気に血中にブドウ糖が増えて血糖値がドッカーンと上がる。すると一気に脂肪が溜まるの負のスパイラルです。もちろん100回噛めば毎日ラーメン食べていいということではありませんが、どうせ食べるなら痩せる食べ方の方がいいですよね。また他にもよく噛まないで食べると必ず食べ過ぎてしまうからです。100回噛むことで脳の満腹中枢にもう食べなくていいよという信号を送ることができるから適量でストップできるんですね。最後に、実は100回噛むってすごい運動なので、それだけで食べながらカロリー消費
費して痩せますし、アコなどのフェイスラインもすっきりするので、運動が苦手な人はこの方法がおすすめです。もししっかり食べているのに食後2時間くらいですぐにお腹が空いてしまおうなんて人は、早食いの可能性が高いです。一度見直してみてくださいね。楽に痩せる食事法第2、食後にスクワットを10回する。え、食事法じゃないよねと思った方、そう言わず最後まで聞いてくださいね。突然ですが質問です。食後に運動している方、まさか30分後とか1時間後とかにしてないですよね。私の言う食後とは食べてすぐです。食後30分後とか1時間後に運動しても時すでに遅しです。どういうことかというと、どんな食事をしていても大なり小なり食後には血糖値が上がるので脂肪を溜め込んでいきます。食後すぐに運動すれば血糖値の上昇を抑えることができるんですけど、食後時間が経って運動した時にはすでに血糖値は上がっているので脂肪が蓄積されています。とはいえ食後すぐに運動なんて無理、なんならそんなことしたくないって思いませんでしたか？大丈夫です。おすすめは食後すぐにですよ。スクワット10回するだけで OK です。ただ一つ注意点があります。それは1回15秒かけるスローな動きのスクワットをすることです。そうすると少ない回数でも強度が増して効果がアップします。ウォーキングを頑張ってもなかなか痩せない人はこの方法でもっと効率よく痩せていきましょうね。楽に痩せる食事法第1、水を1日2リットル飲む。実は1日に3リットル以上の水を飲みましょうと推奨されているんですが、なかなかハードル高いと思いませんか？なので目安としては体重かける35ミリリットルを目標に飲んでいきましょう。例えば体重60キロの人なら約2リットルですね。なぜこんなに水が必要かというと、水を飲めば血液中のブドウ糖の濃度が薄まって血糖値が下がるからです。痩せるためにはいかに血糖値を下げることができるかどうかなんですよね。要は常に水を飲むことで脂肪の蓄積を抑えることができるということです。逆に水を飲んでいない人は脂肪を溜め込んで太る、老廃物を溜め込んで太る、便秘になって太るなどいいことなしです。こう言うと、水の代わりにお茶やコーヒー、夏場なんかはスポーツドリンクでもいいんですかってよく聞かれるんですけど、答えはノーです。こんな大量のカフェインや糖質たっぷりのスポーツドリンクを水代わりに飲んでは逆効果です。できればミネラルたっぷりの天然水でホットで飲むのが一番痩せます。以上、7つ痩せる食事法についてご紹介しました。今回いろいろお伝えしましたけど、例えばあなたが太った原因は腸に負担をかけて代謝が下がるような生活習慣だったり食事だったりとか、そういうことで太ってるはずなんですね。なので根本的な原因を改善しない限り一生痩せることはできません。無知はリスクって言いますよね。知っているか知らなかったかでダイエットの結果って大きく変わります。もしこの動画を見ていなかったら、結局リバウンドの繰り返しなんてことが起きてたかもしれないんです。なので今後そうならないように、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった、美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。